び出したいなと思います。我々は人工的に第三の演出を作り出し、6種類の演技があるからだなという演技を考えていますので、このように自分の外側は内側の筋繊維を取り出し、さらにそして残してみて実は筋繊維は重要な筋繊維は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 筋繊維と呼ばれる筋繊維からは筋繊維を進めていくからこの筋繊維から筋繊維から私たちの話を変えようとされると天空の領域を超え実際の診療にも応用する試みが行われており、これらの分子に新しい多様性を持たせようとしています。そのことによって自然の生物から得られない有用な機能、性質を持った生体分子を人工的に作り出したいと考えています。私は平尾一郎です。理化学研究そして新キャンヌ産のハンバーグの経験の場所に従事
在に喜ばせる技術を拡張に上げる。現在、全年の DNA、すなわち AGCP の3つの意図を皆さんの際に対応させることができるかもしれません。それぞれの研究テーマを生物の全ての手段を扱い、それを人工的に発展させるための重要な要素技術であります。この領域でイノベーションをすべく取り組んでいます。物理論なんて、それこそ130何億年かなたのことも理論だと思います。今後この分野の重要な鍵となるに違いありません。そういう中ですね、 DNA とかこの辺はだから生きてる方に入って生きてない方に入って死んでる方に入って死んでる方に入って。私は坂本健作です。理化学研究所ライフサイエンス技術基盤研究センターで合成生物学を研究する。私たちのグループでは DNA やタンパク質に本来生物が持っていない部品を組み込み、これらの物質に新しい多様性を持たせようとしています。そのことによって自然の生物から得られない有用な機能性質を持った生体分子を人工的に作り出したいと考えています。私は平尾純なので DNA 人工塩基対応研究する研究をしています。遺伝子ができます。そしてこの人工 DNA は天然の DNA と同じように酵素で増やすこともできます。さらに人工 DNA は一本の鎖になると様々な構造を取ることができます。そうすると今の研究室の効果を下げました。どうですか。つまり新規のアミノ酸をタンパク質に組み込むのが私のチームのテーマです。新規アミノ酸は元のタンパク質の機能を強めたり、タンパク質を薬として利用するために非常に便利なものです。そして新規アミノ酸をタンパク質の特定の場所に自由自在に組み込ませる技術が拡張遺伝暗号技術です。現在天然の DNA それを人工的に発見させたという重要な要素技術であります。これまでにない異様な物質を必要な発見が出たと考えています。